その子は国葬に女神デメテルが司る穀物というものを保管している。デメテルはあの世の謎についても担当しているな。ハデスがいるから彼女には無意味な仕事ばかり与えたのだ。二つを一緒にするか。あの世の謎は穀類とほぼ同じだろう。触れるもの全てを呪い怪我してしまうのだね。それじゃあ綺麗にしていこう。
オレステスの剣だ。アテナは彼の裁判の裁判官を務め、復讐の女神はその判決を受け入れざるを得なかった。いいか、アテナは私の頭から生まれたんだぞ。あの子が話すときは誰もが耳を傾ける。この盾はアテナの戦術がアレスのそれより戦略的で堅実であることを思い起こさせる。それに役に立つ。トロイア戦争を思い出してみろ。あの子専用のフルート奏者が戦場でいつも演奏していた戦いの曲に合わせてアレスを踏みつけたんだ。ちゃんとした捧げ物ね。アテナの賢明な判断のシンボル、フクロウの鍵がふさわしいと思う。見て、アテナ。これがあなたよ。あなたが戻るべき姿。だが、私も常に正しかったわけではない。それに、ゼウスがいつも横槍を入れてきた。あなたには自信があった。自分で道を選んでた。全てにうなずいてたら、最後には継ぎはぎの何かに従うことになるわ。その通りだ。私の方がよく分かっていた。ゼウスに指図されるのは本当にイライラした。アテナ、何を言っとるんだ。こんなことはありえない。私はただ手助けを。口を出すのが好きだからな。だが同時に重荷だった。いろいろなことを知り決断する、あの責任を再び負う覚悟があるかどうか。今度は一緒に立ち向かおう。でも、まず元のあなたに戻らなくちゃね。ああ、もう一度大きくならなくてはな。自分の全てが必要だ。私の最後の祝福だ。お前にふさわしい。来い。
さ、私のエッセンスへの道を開いた。だが、この先は本当に怖いぞ。あなたの勇者に任せて。神々の広間で待っててくれる？できたらな。私が小さいことをヘルメスがからかわないといいのだが。小さくなんかない。賢くてすごい力を持ってる。私たちに手を出したこと、テュポンに後悔させてやりましょう。ああ、そうだな。私たちは団結して、あのアホ面に一発くれてやる。これは正しい判断か？私にはね。あとヘルメスが何かしてきたら膝を蹴ればいいわ。ちょうどいい高さでしょ。いつだってただの提案だったんだ。アテナが言ったのか？今のあの子は本来のあの子じゃない。感情的になっとるんだ。話す一方ではなく、たまには娘の話を聞いてみたらどうだ。頼む、プロメテウス。作り話だと言ってくれ。これが真実だ、ゼウス。私は父親だぞ。確かにな。だが、だからといってやり方を全て指図する権利はない。彼女の方がふさわしい場合は特にだ。エッセンスなしでは計画を立てられない。髪がかからないようにすればもっと可愛く見えるわよ。この姿でいるのも今だけだ。そうね。でも話を聞いてもらいたいなら少しでも印象を良くしなきゃ。大事なのは見た目じゃない、知性だ。もちろん分かってるわよ。特にあなたの知性は特別。すごい奇跡だって起こせるもの。あ、ありがとう。でも顔は魂の窓みたいなものなのよ。力がある人はそういう姿をしているの。否定はできない。じゃあ早速、三つ編みはどう？世界が変わるわよ。面白いかもな。完璧。それじゃあヘパイストスに芝刈り機を発明させて、その眉毛を何とかしましょう。エッセンスなしでは計画を立てられない。